ですが、まあ、先ほどあのヒンデンさんも言ってたんですけども、昨日は終戦記念日ということで、あの戦争に関してですね、あの自分が影響を受けたアーティストっていうのは、いろいろこうプロテストソングとか戦争とか、ね、そういう政治とかで歌ってたんですけど、自分もそういうのをやりたいなってずっと思ってたけど、なかなかね、やっぱり自分ごときを歌っていいのかっていうのがずっとあったんですが、まあ結構いい年になって、もうそろそろいいんじゃないかっていうのを、で、自分なりに平和とは何かっていうのを考えたときに、自分はね、なんかね、カレーライスをね、見ると、ものすごい平和を感じるんですよ。それでね、カレーライスという平和の歌を作りました。聴いてください、カレーライス。ビデオデッキも
HB です。ホイル&バッファロー HB よろしく。